平成30年10月7日、広島広域第二運動公園で、2018中四国学生アメリカンフットボールリーグセカンドステージトーナメント、2試合目になります。広島大学対愛媛大学の一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側、黒色のユニフォームが広島大学ラクーンズ。奥側、ホワイトのユニフォームが愛媛大学です。ニックネーム、ボンバーズ。広島大キックオフ、愛媛大リターンで試合が始まります。